悪い、何も言え。そいつはこっちのセリフだ。おい、釣れた。お前らいい加減頭冷やせ。続きがしたきゃよそでやるんだな。おい、なんだ。これからいっぱいおごらせてくれ。おごられてやるよ。へえ。大した羽振りだな、あんた。せやけど、男にはめったに怒らんで。せやからわしは、あんたを気に入ったっちゅうことや。あんた、国はどこや。身の上話をするには、まだ酔いが足りねえ。アホか。わしより飲んどるやないか。あんた、サイの風呂屋に踊ったが、何の情報交換や。そこまで話す義理はねえ。それよりあんたこそ、情報屋に仕事頼みたかったんじゃねえのか。ええ、あんたと殴り合うたおかげで頼み損ねてもうた。そや、わしが買いたかった情報が何やったか話したら、あんたも話すか。いや、そいつはごめんだな。ま、ええわ。別にわしの方は隠す必要もあらへん。わしの欲しかった情報は、新選組局長、近藤勇についてのすべてや。何？あいつはほんまムカつく男やで。あの、何もかんも見透かしたような目。あんたが古屋で言うた、わしのイラつきの原因があいつやったんや。あったのか、近藤勇に。おう、会うたで。あんたと古屋で会うたほんの少し前や。あんた知っとるか。近藤は百姓上がりのにわか侍や。それが剣を取った途端、なんたらいう流派を継いだっちゅう。天然地震流だ。ああ、それや。そのにわか侍が目合わせただけでこのわしに汗かかせよった。今日はおかしな日や。近藤といい、あんたといい、強い男にやたらと会う。あんた、どこで近藤勇に会ったんだ。なんや、あんた近藤に会いたいんか。相手は幕府お抱えの人斬り集団や。その局長ともなれば簡単に会うことはできん。せやけど手がないこともないな。なんだ。無理やり新選組の屯所に押し込むか、それとも新選組に入るか。
せいや。なら、あんたはどうやって会いに行った？わしは近藤に会いに行ったんとちゃう。向こうから会いに来たんや。なんだと？あんた、何者なんだ？やっと聞いてきたな。せやけど、わしはもうヨタで。酒の次は、そろそろ女や。あら。今日の女子はええ。今で育った国の女子とは、大違いや。もう先生、宿すえ。おいどんな、薩摩藩軍部役をしちょる西郷吉之助でごわす。薩摩の西郷吉之助。ほな、いずれまた。ご存知ですか？薩摩藩いうところは、あの西郷先生の一声で舵を切らはりますえ。ああ、その分敵も多いお人やさかい、わざと大阪なまりで喋らはるし、めったなことで名乗らはりまへん。お客はんは先生にたこを買われはりましたなあ。